今日は雨が降ってますね。どうもお久しぶりです。バルコンです。ちょっと就活でいろいろバタバタしてたんで、間がちょっと空きました。で、修造生活、就職活動の間はこの松岡修造さんの本を読むんですけど、今回はこれじゃなくて、ゲレクシス第2巻。このゲレクシスっていう漫画は、去年の僕の個人的なランキングで1位に選んだ漫画で、第1巻がすごい謎ばっかりで、もう何が起こってるのか全然わからないような感じの話だったんですけど、なんとこの第2巻で、ゲレクシス完結したんですよ。で、まあ嫌な予感がしてたんですけど、やっぱりちょっと個人的には残念な終わり方でしたね。結局謎は謎のままっていう感じで、打ち切りっぽい終わり方でした。でも古谷実さんってすごい有名な方なんで、その有名な方の作品が2巻で打ち切りになるとも思えないなっていうところもあるんですよね。なんでもしかしたら最初からこういう終わり方にするつもりだったのかもしれないですね。まあオチはちょっと残念だったんですけど、でも主人公のバームクーヘン屋さんのおじさんが自分の親友に最後最高のバームクーヘンを食わせてあげられなかったっていうシーンはすごい切なかったです。で、あと、まあ、この何なのか全くわからないこの生き物、これがすごい可愛いんですよ。まあこんな感じで形としてはちょっとピクミンみたいな、でもピクミンと比べ物にならないくらい可愛いですよね。僕はこの生卵みたいな形のおやつが好きなんですけど、まあそんな感じで、オチ以外はすごい面白かったんで、古谷実さんの短編ものとして、そこまでオチを期待せずに読んだら面白いと思います。で、続いてこちら。殺戮ルート第6巻。これは就職活動で落ちたら死ぬっていう漫画で、僕も今就職活動中なんで、これ読んで、ちょっとモチベーション上げようかなって思ってるんですけど、いや、今回も面白かったです。今回の前半部分はまた主人公側の人と四天王みたいな人との筆記テストのバトルみたいな感じで、でも前回のまた別のキャラクターとのバトルに比べると、ちょっとあっけなく終わった感じがしましたね。で、後半はこの表紙に写ってるこの人の戦いで、で、この人はまだ就活で一回も内定をもらってないキャラクターで、悪魔から能力もらってるわけじゃないんで、まあ普通の人なんですよね。一回も内定が取れないから、もう逆に超難関の企業を受けに行こうって言って、すごいレベルの高い企業のテストを受けていくっていう。で、この人は遊戯王でいうホンダみたいなサブキャラクターで、城之内くんみたいな性格なんですよ。すごいこうヘマばっかりするんですけど、でも最後、あるキャラクターに助けられるっていうシーンがあって、そこはちょっとすごい熱い展開というか、僕の結構好きな展開でしたね。前に主人公の敵だったキャラクターが、間を空けて、こう味方になって助けに来るっていう、ナルトでいう、ロックリーがキミマロと戦ってる時にガーラが助けに来るみたいな、なんかすごい、テンション上がりますよね。で、今回はそのキャラクターに助けられて終わりっていう、いや、また次回すごい楽しみです。はい、ということで、今回は、ゲレクシスの最終巻と、殺戮ルート第6巻のレビューでした。で、最初にも言ったんですけど、今ちょっと就活中で、もしかしたらまたちょっと間が空くことがあるかもしれないんで、一応お知らせしとこうと思います。まあ、そんな1ヶ月も間が空くっていうことはないと思うんですけど、で、次回か次の次くらいの動画で、久しぶりにアニメのレビュー動画を撮ろうかなと思ってます。まあ、よかったら見てください。ということで、さよなら。